はい、おはようございます。今日はですね、1月の12日なんですけども、ロサンゼルス国際空港のターミナル B からですね、ANA で一旦成田に行って、成田から羽田に移動して、羽田から最終的にまた ANA でですね、シンガポールの方に深夜便で飛ぶという、かなりね、ちょっと長い旅になるんですけども、今日はですね、この旅についてですね、動画にしてみたいと思います。もし本日の何をご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started.ゲート130ということで、もうすぐ着きます。はい、私がね今から乗る飛行機 ANA ですね。久しぶりに ANA になります。行きはねユナイテッド航空だったんですけど、コードシェア便で今回はね ANA で帰る感じです。はい、成田空港の方に着きました。これからですね、羽田の方に移動します。Coming back to Japan。 羽田空港の近くに来たので、今日はですね、京都のね、鶏そば醤油ラーメンを最後食べて帰ろうと思います。美味しそうですね。透き通った醤油ラーメンです。これやっぱり日本のね、すごいところですよね。成田からね、移動してきて、先ほどラーメンを食べてですね、今羽田空港の方にやってきました。もうね、27、8時間ぐらい起きてる感じなので、もうかなり目がシパシパして眠たいって感じですね。はい、あともう一息なんでね、少しね、時間を潰して、行きたいと思います。フライトはですね、24時35分なので、もう2時間ぐらいあります。頑張ります。今日はこのね、0時35分のシンガポール便、こちらで行きます。もうね、22時40分でもうすでに何もレストランが空いてないということなので、はい、適当に過ごします。もうすぐ機内乗り込みます。深夜の24時30分ですからね、寝たいところです。もうロスから言うと28時間ぐらい多分まともに出ません。今回はですね、深夜便だったので、お食事というよりは、スナックが出てきて、水とたんですけど、まあ起きて近くまで飲んでみようと思います。はい、ほぼですね、シンガポールの方にもうすぐ着くと思います。はい、まあ、ロスからですね、12時間のフライトで成田、そこから羽田に移動して、でそれからまた今7時間のフライト、合計19時間プラス移動時間という形で、かなりね、疲れましたけど、まあ無事にね、
チャンギ空港にね、着きました。今朝のね、6時はい、疲れましたけど無事に到着しました。荷物をね、取ってタクシーで帰ります。新闇のいいところはですね、前回も、ね、日本に帰ってもそうだったんですけど、そのまま、1日が過ごせることなんですけどね、今日はさすがに、まあ、アメリカからずっと帰ってたので、まあ、ちょっとねゆっくりしようかなと思ってます。はい、じゃあですね、7時間のフライトを終えてですね、チャンギ空港の方に着きまして、今タクシーの方でですね、帰宅中ということですね。はい、ということでですね、ロサンゼルスからですね、12時間かけて成田に来て、成田から羽田に移動して、ラーメン食べて、サウナとかね、そっちの方に行って、深夜便の24時30分ぐらいからチャンギに来たということですね。まあ、かなり疲れましたし、まあ、時差もありますので、まあ、結構ね、頭がぼーっとしてるのもあったんですけど、まあ、今日はね、土曜日ですので、ゆっくり休んで、また来週からのね、仕事に頑張っていきたいなと思います。ということでですね、まあ、カミングバックトリップということですね、動画の方にさせていただきました。本日の動画良かったと思うので、今日はぜひいいねをいただいております。チャンネル登録の方もしこちゃんの方からよろしくお願いします。Twitter の方もぜひしこちゃんの方からフォローしていただくと幸いです。また日々稼ぐ農家についてメルマの方も配信してますので、しこちゃんの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.